松原吉香は、静岡県浜松市出身の元サッカー選手、サッカー指導者、解説者、実業家、J リーグ選手 OB 会副会長。元サッカー選手の松原信也は兄、サッカー選手の松原公は老い、プロサッカー選手となる3歳年上の兄、信也に憧れ、小学校3年生よりサッカーを始める。晋也は、高校2年生の時にアルゼンチンに渡り、 プロ契約を果たした。その影響を受け、自らもアルゼンチン行きを周囲に相談するが反対され断念。東海大一高校の同学年には、伊藤テルエツ、白井博之、一学年上には、服部俊博、岩下淳がいる。高校卒業後、特待生として、阪南大学に進んだが、3日間で辞めて、静岡に戻る。世代別日本代表コーチとして面識があった。 山ハ発動機の山本雅久にから連絡を受け、海外に挑戦することを勧められる。帰国後はジュビロ岩田でプレーするという約束を交わした上で山本に紹介されたウルグアイの CA、ペニャロールにてプロサッカー選手としてのキャリアをスタートさせる。CA、ペニャロールには1993年4月から12月まで在籍しトップチームの一つ下のカテゴリーに所属した。 帰国後は、同年より J リーグに参入したジュビロ岩田に加入。FW には、中山正史、サルバトーレスキラッチがおり、松原はスーパーサブとして起用された。1年目は18試合に出場し、チーム内ではスキラッチに次ぐ7ゴールを記録した。1996年、28年ぶりの出場と、 なったアトランタ五輪に出場する U23 日本代表に選出。マイアミの奇跡として知られるブラジル戦に途中出場したほか、ハンガリー戦にもスタメンで出場した。岩田監督のハンスオフトと折り合いが悪く、1996年は清水エスパルス、1997年はジェフユナイテッド市原でプレー1998年に 岩田に復帰したが、一度も、出場機会が訪れないままシーズンを終えた。1999年は、プルバ h n ルの NK 流カに移籍。チームメイトには、財前信幸がいた。移籍にまつわる手続きに時間がかかり、実際に試合に出場できるようになったのは4月、頃からだった。移籍先を探して、スイスやドイツを転々とし、10月にスイススーパーリーグの SR ドレモンに加わり、年末まで在籍した。2000年、日本に戻り、J リーグディビジョン2の湘南ベルマーレに加入。前園正清は、自分の年俸を削って構わない。だから、松原を獲得してくれとクラブのフロントに懇願したと、語る。松原はこの年のリーグ戦で、チーム最多の12点を挙げた。2001年、ウルグアイの CA プログレッソから1年間の、 期限付き遺跡という形でアビスパ福岡に加入。2002年には代理人からの紹介により、ウルグアイのデフェンソールスポルティングに渡ったが、すでに同クラブでは、外国人枠が埋まっており登録できなかった。同年後半は、ブラジルのクラブで練習に参加していた。2003年、加藤久志が監督を務める九州、サッカーリーグ所属の沖縄カリウシ FC に加入。 首相を任された。メインスポンサーの撤退を受けて、同クラブの全所属選手が対談する中、松原も2004年11月に、全国地域リーグ決勝大会を間近に控えた、静岡 FC に移籍。2005年は、静岡 FC で、選手権任監督を務めた。2005年にフェリーチェサッカースクールを開校。二千九年にフェリーチェモンド株式会社。二千十七年に、 一般社団法人フェリーチェ、スポーツクラブを設立し、それらの代表を務めている。現在、U15 は、千葉県一部で奮闘中2009年から2015年までは、行政国際学園アストラインターナショナルコース、ゼネラルマネージャーを務めた。2015年11月、SC 相模原の監督に就任した。J3 リーグ残り3戦での監督就任で2勝1。 分けの好成績を残すも2015年シーズン限りで退任。2016年4月より、筑波大学大学院人間総合科学、研究科スポーツ健康システムマネジメント専攻に在学。ありがとうございます。